こんにちは、キーキオンザロードです。始まります。今日はですね、こんな感じでテーブルに私が最近というか、まあ、使っているプレートたちを並べてみました。今日は、まあ、私がねどういう思いでこういうプレートたちを買ってるかとか、どこで買ってるかとかをちょっとお話ししようかなと思って動画にすることにしました。で、私フィンランドに住んでます。で、日本でとっても多分北欧のデザインって人気がありますよね。で、まあちょこちょこね北欧デザインのものも入ってるんですけど、私まああんまりこだわりはなくって、でしかもどこのブランドが好きとかも全然ないです。はい。で、まあ買うときにすごく気にしてるのは、自分がわーってなんかワクワクするというか、ときめくようなものを選ぶようにしてます。はい。で、大体ね、あとはもともと私古着とかが好きで、ちょっとレトロっぽいものが好きだったりするんですよ。それがまあ趣味というか自分のねスタイルだったりするので、あんまり、新しいものが売ってるお店にフラッと立ち寄ることが少ないっていうのもあって、リサイクルショップだったりとかアウトレットは結構好きで行くかも。で、見つけたわって思ったものたちをちょこちょこ今年に入ってからですね、はい、買い始めたので、はい、紹介していきたいなと思います。じゃあまず一番最初に紹介したいなっていうのはこれですかね。グラス、イータラのグラスです。これ多分見たことありますよね、皆さんね。北欧好きな方はすごくおなじみだと思うんですけど、でも私がねこれ買ってるのは、バリバリって呼ばれているもので、その、これちょっとね見えづらいかもしれないんですけど、ちょっとグリーンっぽいんですよ。グリーンがかってるやつで、こっちはパープル、紫っぽいんですね。で、もともと正規品で売られてる色ってもっと濃いんですよ。だけどその色を作る過程でできている、そのまあ本物の正規品としては売ることができない色っていうのをがアウトレットでね買うことができるんですよ。で、私はそういうなんかちょっと個性的なというか、なんかこう世界に一つだけしかないっていうと大げさだけど、そういうちょっとこう個性派な子たちが好きなので、はい。で、これを見つけた時にね、はこの色かわいいかもと思って買ってしまいました。はい。バリバリ皆さんもおすすめです。フィンランドもし来た時にアウトレットとかに行ったら、自分が好きな色、その正規品にはないけど、わー可愛いこの色っていうのがたまにバリバリって言って売ってたりするので、ぜひアウトレットに行った際は要チェックしてください。はい。で、あとはグラスで、こういうちょっとオレンジがかった琥珀色っていうんですか、こういう色もグラスだと好きで、で、これはリサイクルショップで買ってるんですけど、はい、ちょっと受け皿もあってね、エスプレッソを入れたりとか、まあコーヒー、ちょっとコーヒー飲みたいなって時に、そんなに大きくないのでこれ使ったりしてます。2組持ってます。ではこれも同じような色のやつですね。こちらはね、これは唯一新品で買ってるな、多分新品で、グラニットかなっていう雑貨屋さんがあるんですけど、その雑貨屋さん結構シンプルでね、自然派というかで、私はすごく好きなので、後でお店のね概要欄下に、概要欄をお店のお店の詳細か、お店の詳細を概要欄にも貼っておくので、ぜひチェックしてください。あとはおなじみのムーミンマグですよね。確かこのキャラクターの名前はニンニっていう名前だと思うんですけど、見えない女の子ですね。で、これはね唯一去年から使ってて、タイに行く前におばさんになんかプレゼントでもらって、はい、使っております。はい。で、次がここの真ん中に行こうかな。ここはね、IKEA セクションです。 IKEA で買ったもので、しかも最近買ったものだから、もしかしたら皆さんも日本の IKEA で見れるかも。湯飲みです。はい。最近ね、私日本を母からお米の麹を送ってもらって甘酒とか作ってるんですけど、それを飲む時に使いたいなって思って湯飲み探してたら、ちょうど IKEA にありまして、これ4個セットで売ってました。はい。あとはこのお丼も同じ多分デザインなんですけど、丼もねちょうどいい大きさで、親子丼作ったり、あとはラーメン作ったり、うどん作ったりするのにすごい重宝してるものです。で、あとはね、これはねフィンランドのホームセンターで買ったやつ。これはなんか
ただ単純にデザインが可愛かったっていうので買いました。はい、なんか今週っていうか今月の目玉みたいな感じの商品だったと思うんですけど、色が 3,4 種類あって、ブルーとグリーンっぽいのとグレーとベージュだったと思うんですけど、はい、だいたい私に同じもの2個ずつ買うんですよね。ペアで買っておくと、なんかこうテーブルコーディネートっていうか、お客さんたちが来た時にまあかっちり合ってるわけじゃないんだけど、なんとなくでこうコーディネートしやすくなるんで、だいたい2枚とかコップも2つずつとかで買うようにしてます。はい、であとはここにある、プレートたちは全部リサイクルショップで買ってます。あ、全部じゃないや、じゃあこれだけ先に紹介しちゃおう。こちらはねアラビアなんです。これは、はい、アラビア、フィンランドのアラビア産のプレートです。しっかりしてます。これも確か80年代とかのものだったと思うんですけど、これはねアラビアの、お店に行った時に、そこにヴィンテージセクションっていうのがあって、でリサイクルショップとかでも、まあ、見つけられるんですけど、アラビアのお店だとそのヴィンテージとかアンティークショップじゃないから、値段がね全然上乗せとかされてなくって、意外とお安く買うことができるんですね。はい、これもでも10ユーロとかしてないです、全然。なのでおすすめです。皆さん本当フィンランドにね来れるようになった時、もしアラビアとか興味あればお店行くことできるんですけど、ヴィンテージセクションおすすめなので見てみてください。はい、はい、こちらは、リサイクルショップで買ってる小さなボール。ちょっとなんかデザインが北欧っぽいかなとか思って、ただ単にこのデザインと色、この茶色っぽいね、この色に惹かれて買ったんですけど、実はこれはイングランドのブランドでした。はい。ビルトンズって書いてあります。ビルトンズ。これね、ちょこちょこね、リサイクルショップに行くと見かけるんですよ。結構可愛いデザインが多いので、これは狙い目で、はい、よくチェックはしてます。リサイクルショップですね。でこれもリサイクルショップ。私こういう群青色というかネイビー、青は好き、青はとっても好きだし、寒色系って言ったらいいんですか、青緑とかがすごく好きですね。青緑、はい。あとはこのカラフルなね、これはもうなんかただ惹かれてしまいまして、リサイクルショップで見つけた時にただ色が、あ、可愛いと思って買っちゃいました。はい。なんか朝ごはんとか食べるときにちょこっとね、これにピーラッカとかリーシピーラッカとか乗せて食べたりしてます。はい。こんな感じです。あとはね、私キャセロール好きなんですよね。キャセロールはこれ、しかもグラスのキャセロールが好き、憧れてて。でなんかね、フィンランドのリサイクルショップ優秀なんですよ。これらいっぱいあるんです、結構リサイクルショップに行くと。で、はい、でこれはまあパイを焼いたりとか、ケーキもまあ薄いですけど焼けるようなやつで、こっちも前回バナナケーキ作った時とかもこの方で作ってるんですけど、はい、こんな感じとか、はい、あとはねこっちのガラッと色付きのやつ、これをイングランドのブランドだそうです。はい、このイエローが可愛くて買ってしまいました。なんかねこれはね多分私の憧れがあって、このグラスのキャセロール集めるようになったんですけど、多分年代というか古着好き、アンティークとか古着が好きな人だったら多分一回は聞いたことがあるであろう、ファイアーキングっていうのを知ってますか。ファイアキングはアメリカのブランドでグラスのメーカーなんですけど、そこのね、そのなんかこのグラス、ちょっと濁った白緑っぽい濁ったグラスをいつも学生の時とか、まあもうちょっと若い時に見てまして、それに憧れてて、でもなかなかまあその時はなんか買うっていうきっかけも、一人暮らしもしてなかったし、なんかこう別にいらないかなって思って買ってはいなかったんだけど、今になってまあ用途もあるし使うし、憧れというかやっぱ好きなんでしょうね、昔から見てたから。はい、でこのキャセロールに関してはいろんなもの集め始めております。他の柄も欲しいなって思って、いつもリサイクルショップに行くとチラチラ見て、気に入ったものがあればまた欲しいなと思ってるんですけど、はい。
こんな感じです。私がスタメンで使っている食器たちを今日は紹介してみました。なんか皆さん気に入ったのとか気になるのありましたか？とりあえずあの概要欄にいつも私が行ってるリサイクルショップの詳細とか私が買った、食器、まあまあ見てるお店ですねの、詳細を概要欄には載せていこうかなと思っております。皆さんもぜひあのフィンランドにね来た際はねぜひぜひあのリサイクルショップとかアウトレットであのお気に入りの自分だけの一枚じゃないですけど特別な思い出にもなりますし、はい、そのようなものが見つかるといいなという思いで作ってみました。いかがでしたでしょうか？ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。